膠着語は言語類型論による自然言語の分類の一つ。膠着語に分類される言語は、ある単語に説頭時や設備時のような形態素を付着させることで、その単語の文の中での文法関係を示す特徴を持つ。ドイツの言語学者であるビルヘルム・フォン・フンボルトによって1836年に提唱された。ウラル語族、 アルタイ諸語の分布公着語に分類される言語は、トルコ語、ウイグル語、ウズベク語、カザフ語等のトゥルク諸語、モンゴル諸語、満州語等のツングース諸語、日本語、朝鮮語や、フィンランド語、ハンガリー語等のウラル語族、タミル語等のドラビナ語族、チベットビルマ語派、エラム語、シュメール語、ハッティ語、フルリ語、ウラルト語等の古代語、人工言語のエスペラントなどである。 エスキモアリュート語族、マヤ語族なども、膠着語的だが、膠着の長さが極端なので、方言語とすることが多い。例えば、飛ぶという動詞だと、頭部という語感に、頭部穴い、飛ばない頭部言います。飛びます頭部えば、飛べば、頭部を、飛ぼうのように語尾を付着させて変化させる。このように、日本語における、膠着語とは、語感に語尾を、 いろいろ変化させて付着させていく言葉を言う。タリサニー、タロサニービムド、EVM で一般的に、公着語に分類されるような言語は、以下のような特徴を持つ。公着語と屈折語は、言語学の初心者にとっては、区別がわかりにくい場合が多いので、ここでは、屈折語との対比に重点を置いて述べる。動詞の活用に関して、規則性が高い不規則動詞は、非常に少なく、 大抵は指で数えられる程度の数しかない。また、不規則変化するにしても、完全に無関係な語形に変化することは、ほとんどない。日本語では、する、来るなどが不規則動詞である。これに対して、屈折後に分類される言語は不規則動詞が多く、しかも、使用頻度の高い一部の動詞は、完全に無関係な語形に変化する。 特に陰謀語,語のほとんどの言語においてコピューラ同士は補充型を持つ。名詞の格の表示パターンは一種類かもしくは非常に限られている。例えば日本語では目的格は名詞の直後に助詞をつけるという一貫的なルールにより表され、代名詞を含めどの名詞にも単一の規則が適用される。言語によっては母音調和や音便などによる最速がある場合があるが、 それでも一度ルールを覚えてしまえば原則としてどの名詞にも適用できる。対照的に屈折後は名詞の極用パターンが名詞の語形や性別などに応じて複数種類あり、しかも大名詞を中心に不規則変化や補充型が多い。場合によっては名詞ごとに覚える必要がある。規則変化であっても変化が語尾だけでなく五感部分にまで及ぶことがある。 意味と形態素は1対1で対応していることが多い。膠着語では一つの形態素が一つの意味や文法範疇に対応しており、それを順番に並べて用いる。しばしば複数の文法範疇が融合して一つの形態素で表される屈折語とは対照的である。また、膠着語では異なる文法範疇を持つ語は必ず異なる語形で表されるという言語が多い。 例えば、典型的な屈折語の一つである、ロシア語では、男性名詞不活動体や中性名詞においては、主格と対格が同型になるが、日本語では、どのような名詞も主格は、が、対格は、おという助詞を伴っており、助詞が省略された場合を除き、異なる格。また、屈折語では、無語尾であるということ自体が意味を持つことがある。 例えば、ロシア語の女性名詞複数性格は、主角語尾のマイナスを取り除いて、ゼロ語尾にすることによって表される。これは、女性名詞複数性格が無表なわけではなく、ゼロが標識としての役割を果たしていると考えられる。基本語順が SOV 型であることが多い設置詞としては、全知詞ではなく、高知詞を用いることが多い。普通の日本語では、 硬着という言葉は付着して容易に離れないことを意味することが多い。しかし硬着後の硬着は単語に説答時や設備時を貼り付けるという意味だけで使われており容易に離れないという意味はない。理論的には必ずしも自然言語には限らず形式言語もこれと同様に分析できないことはないが実際的にはもっぱら自然言語が対象である。 学校文法では、語感は通だが、現代の国語学では、死因も語感に含める。例えば、朝鮮語では、目的語を表す助詞としてとという2種類があるが、これは、名詞が死因で終わるか否かで、使い分けが判断できる。例えば、スペイン語のアマール、愛するの直接法一人称単数現在型アモの、語尾王は、直接法、現在時制、一人称。 単数という多数の文法範疇を一つの形態素に圧縮して表している。ただし、同音意義的に異なる意味が同一の語形で表されることもある。例えば、食べられるの、られるは可能を表す場合と受動を表す場合とがある。田中克彦、エスペラント、異端の言語。ありがとうございます。